皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です、えー、本日の「教室改善心のヒント集のテーマは「集客のプライドを捨てる」っていうことについてお話をしたいと思います。えー、教のの先生っていうのはうはだろうな 割とこう綺麗な状態でやっているよううにに見せたいいってて方が非常に多くてですね綺麗な状態っていうことはどういうことかっていうとまあ集客頑張ってますよみたいな雰囲気に見せたくないみたいな感じまあそんなことしなくてもなんか人って集まってきてますみたいに見せたいみたいな、まあ、そういう形で動いていらっしゃる方もいらっしゃるのでうんある程度行くとそれが本当にできるようにはなるんです。だけけど有名じゃなないような状態駆け出しの頃 えー、まだそんなに知られてない頃っていうのは知ってもらうことを第一に考えなくてはいけないのでそ,そういうニュアンスで考えるとその段階であのプライド持っってててもしょううがないっていうことですねだから必死さが見えるとガツガツしてるように見えるから嫌だっていうようなね話とかもよく聞くんですけどうーんオープンしてやっぱ1年ぐらいはある程度必死にやらないと見てもらえないし気づいてもらえないっていうところがあるんですね。 だから3年とか5年とか経ってくると評判が評判口コミを口コミ読んであそういう環境を作ることはできるのは事実ですけどねだからあの最初からそんなに綺麗にエレガントにっていうのはまあ基本的に難しいだろうって思った方がいいですなぜならばあと会社員とか会社に属している場合には会社の広告とか広報宣伝っていうのは会社がやってくれるじゃないですかだからお金すごい使ってます会社って。 私がまいてやっぱ法人とか普通に月20とか30とか50場合によっては広告宣伝費雑誌とかって言ったら100とか200とか出ていくようなまあそういう予算で動いてたりしてたのでまあそういうところが普通に広告出しますよね。で個人だと当然それができないからみんな頑張って SNS をやるわけで。 少しででもも見ててらえる機会を増やすっていうことでだからそこの中にはやっぱり必死さってどうしても大事なので集客の私は自動化っていうことを推奨してるし自動化できるようにどうしたらいいのかっていう、うん、集客設計を組むことは教えてますよ教えてるんですがあのー、そ,その何て言うのかな 優雅な綺麗な状態でやりたいですっていうのはまあ中途半端で難しいよねっていうのが私の見解ですねだからある時はしっかりやっぱりガーッとやらないと駄目な時ってあるんですよね。でそれが落ち着いてくるとあのだんだん見てもらえる確率とかが増えるのでやはり成功曲線はこんな感じです二次放物線なんで性比例すると勘違いしてる方が結構多いんですけど。 努力したら結果が出るっていうその結果は。 ある時にちゃんと出るんですけれども時期ががずれるる場合が非常に多いかかから我慢でできるかどうかですよねだから私は当然集客は特に最初の初期の頃とかはガツガツやらないと見てもらえる確率が少なかったので、まあ、あらゆることをいろいろチャレンジしたりトライしたりとかして年々集客はやっぱり楽になっていきましたので集客が楽になってない人は何かが間違っていると思った方がいいですね。 行動の方向性が間違ってるのか、うーん、向いてるお客さんの方向間違ってるのか。だから綺麗になんか集客そんなに最初はできないって思うことが必要ですね。あのただ待ってれば人が来るとか、それはないですね。ご縁を自分でつなぐとか、あのなんていうのかな。 何かかのにに出すすたびに名刺とかやらなくていいですよあのそういうのはちょっとやらしいんでねそれはしなくてもいいけどあの例えばどこかに行った時とかに、まあ、運よく自己紹介の機会があればちょっと面白い自己紹介を考えてみて興味を持ってもらってあちらからあの名刺をくださいとか Facebook つながってくれませんかって言われるのが多分いいと思ってますよね。だからガガツガツしてない ような風体でもそれなりにやっぱり地味に知ってもらう活動っていうのは続けた方がいいと思いますので教師の先生とかにありがちな綺麗に集客するっていうのは初期の頃は難しいっていうのは覚えてた方がいいだから集客のプライドを捨てるその状態で出だしはこうガツガツ頑張った方がいいと思います有名な先生とかも出だしはね結構それこそビラ配ったりとかいろいろやってる黒労話よく聞いてます あの私もブログたくさん書いたりとか当時してましたからねなので売り込み集はなくしてもいいけれどもあの自分の信念と思いは伝えていくっていう作業はどのみち必要なので馬力をかけるっていうことで出だしは頑張っていただけたらというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。それでは